everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋お送りいたします。昨日名古屋みぞれ降ってちょっと寒かったですよね。ね、私もね、もうそろそろね、白いタイツをね、着用しないといけないと思いました。滑り王子、マスクマンでございます。白いタイツってなんだろう？はい。先週平日は、濃厚接触者、家族だけという、閉じこもっていた、味噌煮込みスキーと、先週末ですけども、三重県の方に、お墓参りを行ってまいりまして、ちょっと お彼岸の時には間に合いませんでしたので先行して行ってまいりました。ダンサーズでございます。はい、以上の3名がお届けします。今週のテーマはスポーツ。今週のテーマはスポーツです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya、きゆ @kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya、きゆ名古屋です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄を選択し、FM ギノワンを選択してください。そして本日は電話のゲストコーナーがあります。歌手大城バネサさんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A とザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送を一貫サポート東海協和、そして個人スポンサーさんとして真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、王子先週来なかったですね。そうなんですよね。やっぱり王子もね、たまには公務がありますのでね、でそちらにね、いろいろなところに行ってね、ウイルスもらうんじゃないかなと思ったんですけどもね、あの大丈夫でしたね。ただね、うん、持ってるよ滑り菌は。あー、そっちの方が蔓延してるかな。そうだね。はい、じゃあメールいきますか。はいはい、じゃあいきますね。どうぞ。今あっていう、はい、はい、いきますね。失礼しました。はい、こんばんは。少し冷えますね。でも内地に比べると沖縄は暖かいのですかね。ラジオネーム名古島なあさんです。ありがとうございます。テーマスポーツ。私は中学から部活に入らなきゃいけないと決まっていたのでバレーボール部に入っていました。大人になると団体競技が苦手になり、ボーリングにゴルフ、この15年前には走ることにはまり、ハーフマラソンなどに出ていましたね。個人の成績が出るものが好きになりました。最近は月に一度のボーリングモアイだけかな。あとはひたすらウォーキングだけですね。さて、これからボーリングするなら何をしますかね。いやいや、もう怪我をしたら大変なことになりそうなのでゆっくり生きていきます、ということでいただいております。そうですよね。まああんまりね、無理はしちゃいけないもんですからね、健康的にね、スポーツやっていただきたいなと思いますね。王子の場合もね、無理をしすぎてね、よくね、ももの裏なんかがピッとくる場合がありますけどね。
これはもしかしたら老化現象って思いましたけどね。運動不足？そうだね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。リスナーのハートを逮捕するの、銭形警部です。急な声を聞かない者は逮捕だ。たまには逮捕してくれ。いつかは逮捕するよ。そうだね。今週のテーマスポーツといえば、小学生の頃何をやっても三日坊主だった私は、6年生の頃に番組で吉川晃司さんが水球選手であったことを知ったのがきっかけで、吉川晃司さんのような逆三角形の体型に憧れ、水球選手になりたいと思い水球クラブに通っていましたが、小学校卒業と同時に家庭の事情でやむをえなく、辞めることになったほろ苦い、思い出がありました。もし続けていたら今とは違う人生だったかもしれませんね。ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、採用よろしくお願いいたします。まあ、吉川晃司さんといえばね、シュッシュッシュッ、こんな感じですか？ちょっと違う。モノマネで来ると思わなかった。でも水球ね、そう、吉川晃司さんがね、水球って言ってて、その当時流行りましたよね。そうそう、ね、あの、かっこいい体型ですよね。ね。あそこまでになるにはね、ね、スポーツクラブかな。そうか。はい、では行きますね。はい、たい、かみつきばあちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、お久しぶり風。世の中、コロナでせっかく、あ、これマスクマンがいた方がよかったのかしら。世の中コロナでせっかくの卒業式やその他のイベントが中止になったりですが、早く日常に戻りたいものですね。孫の卒園式も自粛のため見慣れないかもしれないんです。でもコロナ感染で命をなくした方のことを思うと、みんな感染しないようにちゃんと用心してあげないと、まだ被害者が出るので気をつけていかないとね。亡くなられた方のご冥福をお祈りします。さて、今日のテーマスポーツ。中学時代はバレーボールを、高校時代はバドミントンをやっていました。大人になったら槍も投げましたし、走りもしました。ちなみに30代で100メートルを15秒で走れました。休みにはテニスもしました。インディアカという少し大きめの羽を手のひらで打つスポーツもやっていました。インディアカってすごい久しぶりに聞きましたけど、もう室内ってことですよね。うん、なんかそう、私の母もちょっとやってた時があって、あ、そういうことですか。うん、なんか羽をね、うん、と言いながらあんまりねイメージがわからないんですけどね。あら、そうなのね。はい、そして続きいきますね。はい。今は横断歩道も走れません。いやいや、笑えないほどに衰えています。今年は鍛えてまたお腹が割れるほどに運動したいな。子供たちもみんなスポーツをやっていて、三男の後輩が田和田新三郎さんです。もう西武ライオンズですよ。あの、プロ野球選手でございます ね。息子も韓国の選手で、オースンファンという阪神の選手がいましたが、キャンプには彼の通訳で、阪神に入っておりました。そのまま阪神に就職したらよかったのに、違うということで。はい。あ、スポーツからずれよったね。今でも バドミントンもやりたいし、バレーもやりたいな。ではでは、コロナに気をつけてくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に今はね、あのコロナの話題でいっぱいですけどもね。本当にね。はい、じゃあ続いていきます。はい、マスクマンさん、味噌煮込みスキーさん、名古屋のダンサーさん、こんばんは。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 今週もよろしくお願いいたします。卵屋さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマですが、若い頃はスポーツをしていました。子供の頃は体操やハンドボール、スキーは社会人のスキーサークルに入っていました。結婚してからは健康体操やヨガを夫婦でやっていましたが、この頃は全くやってませんね。見るのは好きで、野球やフィギュアスケートを見るのが好きです。今はスマホで毎日右手差し指を鍛えまくっています。皆さん多いですよ、そういう人が。なるほどなるほど。あとね、画像でね、妹が手作りマスクを作りましたんで見てくださいってことなんですけども。画像見えるかな。見えるかな。よいしょ。王子ね、最初これ見た時にね、レトルタなね、女性用の水着と思っちゃったんですよ。
レトロな？レトロだな。レトロの？ね、でもね、マスク手作りされる方結構今多いので、なんかすごい、でも、丁寧に作ってありますよ。そうですね。ね、うん、かっこいいですね。ねえ。はい、では行きますね。はい、キユ名古屋の皆さん、こんばんは。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今夜のテーマ、スポーツ。私にとってスポーツ、10年くらい前までは、強引な友人の影響でフルマラソンに出たりしましたね。でも、今は健康維持増進するために歩くことですかね。ところで、スポーツを見るときは、そのスポーツに詳しい人に解説してもらいながら見たいですね。その方がプレーする選手の選手たちの凄さや、そのスポーツの奥深さを知るなど、倍楽しめると思います。皆さんはどう思いますか？では番組最後まで頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりね、分かる人にいろいろ解説してもらうと楽しいですよね。そうですね。ね、分かりやすくね、説明していただけるんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。さっきね、はい、よく気づいたよね。何？レトロ、レトロって言ったの。はい、ではでは、はい、続きましては、いやもう CM。はい、じゃあ CM でーす。はい。キユ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム、大城バネサ・ザ・カバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から、上村かなさんのトイレの神様まで、全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん、聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は、陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ、日本全国をカバー。さらに、海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユ名古屋。こんばんは。今日のですね、超スペシャルゲストはですね、はい、もう皆さんご存知だと思いますけどもね、大城バネサさんでございます。こんばんは、よろしくお願いいたします。こんばんは。こんばんは。あのですね、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日もですね、はい、私がですね、恒例となっておりますので、少しね、一節お願いして、お願いじゃないな。ちょっと歌わせていただきます。あのね、ザ・カバーズの中からね、私もね、大好きな曲でございます。いきますよ。はい、なぜ、なぜ、あなたは、今日はこれぐらいで、どんな感じでしょうか。いや、ちょっとごめんなさい。BGM で一本の鉛筆が鳴ってるのに、違う曲歌ってるのがびっくりした。おかしいでしょうよ。やっぱり。BGM で一本の鉛筆だったら、一本の鉛筆で普通合わせるじゃないですか。ですよね。ですよね。ちょっとびっくりしますが。うん。王子もびっくり。ふざけるなー
本当にね、この、たくさんのね、曲をカバーされていますけども、バラエティに飛んでるね、気がいたしますけども、演歌からですね、ポップス、バラードまで、いろんな曲を歌われていますけども、こうカバーされるってことに関しては、どんなお気持ちで歌われてるんですかね？いやいや、もう、まあ、去年、リリースさせていただいたんですけれども、はい、まあ、以前からもう、だいぶ、本当にだいぶ前から、カバーアルバムを出したくて、でもなかなかそういう出すタイミングがうまいことなかったので、はい、なかなか縁がなかったんですが、まあ、去年は本当に、ちょっとタイミングよく、カバーアルバムを出すことにあたって、すごく新鮮な気持ちで、で、またちょっとプレッシャーもありの、やっぱ大先輩の人たちのこう、歌、代表曲なもんですから、大事に歌わないといけないというプレッシャーの部分もあって、だけどやっぱりちょっと大城バネさんの色をつけながら、まあ毎回歌わせていただいてるので、自分にしてみればすごく勉強になったアルバムでしたね。あ、そうですか。ですね、私もね、聞かせていただきましたね。やっぱりバネサさんの特色が出た雰囲気を持った歌い方になっててね、皆さんね、心地よかったんじゃないかなと思いますね。とても心に染みる感じがいたしましたんで、とても素晴らしいアルバムになったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。また隣にですね、味噌煮込みスキーがいますので、ちょっと変わります。はい、バネサさん、こんばんは。あ、どうもこんばんは。本日はこちらのラジオ番組にご出演いただきましてありがとうございます。はい、いえいえ、ありがとうございます。はい、先日はね、カフェテリアバネサさんの方にもお邪魔いたしましてね、ダンサーズとともに美味しいコーヒーのモーニングをね、飲んで食べてね、はいはい、でしたっけね。ね、はい、こんな時期ですので、なかなかね、ライブやコンサートっていうのがなかなかないんですけれども、はい。今ね、ラジオ番組をやられていますよね、ラジオ沖縄さんの。そうですね、はい。ちょっと先週聞かせていただきましたけれども、はい、バネサさんからご紹介いただけますか？その時間がもったいないので。あ、そうですか、はい。はい、どうぞどうぞ、違うお話でも。あ、そうですか。ラジオ。サッシャさんだから大丈夫です。はい。いいですか。はい。そうそう。はい。ダンサーズ。先日はお世話になりました、ダンサーズでございます。どうも、はい。はい。いろいろですね、もう、こういったコロナの関係でですね、イベントがいろいろキャンセルになったりとかっていうようなことになってますけども、はい。例えばですね、こういったまあ、コロナ対策って言ったらなんですけども、何かそれ以外のことで何か活動をされる。例えば、今ですと、まあ、例えばネットの方の Facebook などで、まあ、近況の報告をされるとかっていうことは、予定としてありますか？いや、もう、私たちのお仕事は、まあ、お笑いと違って、歌を聴かせることなもんですから、うん、まあ、残念ながら、こういう時期に当たってしまいまして、はい、まあ大変ね、あちこち日本全国、または、世界中にいろんなところでやっぱりコロナウイルス、出回ってるので、はい、少しずつお仕事の方がもう延期になったり、キャンセルになったりというのがある中、当然ラジオとかね、それはもう、うん、やらせていただいてます。はい、で、まあ、いち早い、皆さんの前に歌えたらなっていう気持ちはきっと私だけじゃなくて、はい、歌い手のみんながそうだと思うんですが、はい、まあ、私たちできることは、本当にまあ、テレビでよくニュースで流れてる、もう、手洗いとうがいしかないので、あともう自分の健康であることはもうお仕事としてやらないといけないなっていうのがあるんだけども、はい、Facebook とかそういうのは、本当、
まあ、日々、やってることだったりとか、まあ、いつも見ていただいてる皆さんに、まあ、バネちゃんこんなことやってるよっていうことだけなんですよね。もともとはやっぱり歌なもんですから、はい、ネットが中心っていうことはなくて、はい、まあ、いち早い、なんていうのかな、収束。まあ、歌える場所があれば、うんうん、本当に、まあ、願ってますね。はい。実を言いますと、沖縄の方ではですね、だいぶこういった解禁ですね、こういったイベントなどの解禁もされてきてまして、実はもう来週ぐらいからですね、イベントも、やり始めてるっていうところも出てきてますし、4月のイベントもですね、だいぶ復活するっていう話も聞いております。実際沖縄の方も、そういったね、コロナ感染者っていう方がもう今、少なくなってきてる。もうない、出てないかな、出てないということをお聞きしてますので、またね、そちらに、ね、沖縄の方にお邪魔する際は、ぜひ、最初に解禁、イベントができるんじゃないかなと思いますので、またそちらでご説明。いや、まあ、うん、どっちかっていうと、沖縄の4月の、泣き人のマラソン、マジックアワランはもう、完全にもうなくなってしまったのはとても残念なんですが、はい、まあ、そうですね。あっちこっち、いろんなところで復活してるところもあるんだけども、やっぱり、はい、観光客もやっぱあるので、はい、まあ、あちこち治ったなと思いきや、また入ってきたっていうところもなくはないので、まあそこら辺は気をつけながら、やっていけたらな、はい、と。沖縄の方でも、残念ながら、お仕事はなくなってしまいましたけれども、実はあさって、沖縄の方へ行きます。で、行く内容は、今のところちょっと詳しいことは言えないんですけれども、映画の撮影で行かせていただきます。まあ、それがきちんと分かったところ、あと許可が降りたときに、詳しいことは、まあ、Facebook に載せようかなと思いますので、きっと楽しい。まあ、私は初めての経験なので、映画の撮影っていうのが、まあ、ちょっと、初めてなので、ちょっと、ワクワクしてますね。ああ、すごい、いいですね。映画初めてっていうことなんですけども、どうですか？なんか緊張されてますか？いやー、どうなんですかね。まあ、出番としては歌の方なので、はい。多分一瞬だと思うんですが、まあ、歌い手の私たち映画っていうところが、まあ、新しいところなので、はい、どんな感じでどういう風なのかって現地に行ってみないとちょっとわからないので、逆にちょっとまあ、ワクワクドキドキ楽しみですね。ああ、楽しみですね。もうぜひですね、またその告知の方もね、ね、できる機会があるったらまたぜひお願いしたいなと思います。そうですね、はい。はい。またね、情報解禁楽しみにしています。はい。はい。ということでですね、はい、はい、お時間となりました。本日のゲスト、歌手の大城バネサさんに電話ゲストとしてご出演いただきました。バネサさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで大城バネサさんでしたね、電話ゲスト。久しぶりにね、お話ししてね、ドキドキしちゃいましたよ。いや、してないでしょ。それはしてないでしょ。でも、残念なのはね、やっぱり、本当はね、ライブ告知とかね、こういうイベントの告知とかって言って、ね、あったらよかったんですけどね。はい、まあでも、なんか映画の撮影があるそうなんで、ちょっと楽しみにね。はい。はい。ということで、メールに行きますね。はい。はい。ハイサイ、ダンサーズさん、ミソニコムスキーさん、マスクマンは今週も島流し出張かな？いますよ。南国ウチナーからチャービラサイ、浦添のしんちゃんです。ありがとうございます。自分は学生時代は野球、バスケットにハマっていました。社会人からは
食域野球やゴルフ酒盛りにハマりまくってたな。これでもゴルフの腕前はデイジニカースゲーですよ。これからもゆたしくございます。ステッカー希望っていうことで今週ステッカープレゼントなくのでまたねステッカーはですね、突然やりますので、突然やりますのでまたお楽しみにしてください。はいはい、はい、またまたですね、たまご屋さんがですね、はい、皆さんメッセージ読んでくれてありがとうございます、妹の作ったマスクなかなか快適ですよということで、まあ、先ほどね、写真を、まあ、ツイキャスを見られてる方はね、分かったかもしれないですけども、本当にね、ファッショナブルな感じのね、可愛らしい、マスクをね、作られてね、それを装着してるってことですね。はい。はい。ツイキャスで、おっぱいは才能、くびれは努力さんから、最近はスポーツやってない。少し体を動かそうと思って、スケートボード。かっこいい。そうですね。スケートボードかっこいいですね。ねはい。はい。メールありますね、まだ。はい。はい、お願いします。はい。フルムーン新一さんからです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。趣味として草野球やサイクリングは細々とやっていましたが、むしろ昔からテレビでのスポーツ観戦が好きでした。特に米軍放送の6チャンネルでは、MLB、NFL、NBA、NHL の4大スポーツに加え、モータースポーツや WWF、ボクシングまで幅広く楽しめて、アメリカへの憧れを増幅させるものと、貴重な、情報源でした。今は見られなくなっちゃって、とても寂しいですが、春季の良い思い出です。名古屋は野球やサッカー等の、地域プロ野球団が、生観戦できるので大変羨ましいです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ今はですね、もう野球にしても無観客ですね。お客さんを入れずにオープン戦なんかやってますけども、うん、まあテレビで観戦しててね、見ててもですね、やっぱり応援がないとね、一つ盛り上がらないなっていう感じがしますのでね、やっぱり早くね、お客さん入れてね、いろんなスポーツやっていただきたいなと思います ね。五月からもちさんがステッカー知らないうちにやってくるっていう川柳かな、はい、お後がよろしいよねということで、はい、ということで、はい、あらもうエンディングですか、そろそろ。そうですね、エンディングですか、はい、はいはい、来週のテーマは勉強スタート。ある資格のために勉強した、高校受験の時は思いっきり勉強したなど、あなたの勉強エピソードをお送りください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライフォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞を受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、高級木材のご用名は、名古屋、中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ツイキャスもおがちからもちさん、おっぱいは才能、くびれは努力さん、あとは浦添のしんちゃんさん、ありがとう、あとシュプリームさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。トイレには、さようなら。閉店ガラガラ。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。ねえ、本当はライブ告知をしていただく予定だったんですけどね。はい。ねえ、まあ、こういったことになってしまって。ね、こんなご時世ですね、本当、はい。でもね、いつかまたコンサートができる日が楽しみですよね。はい。はい。はい、ということで、はい、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週もお願いします。